2006年頃の新所沢の餃子の満州本店。隣接して姉妹店の梅吉うどんがあった金子梅吉は群馬県出身の日本の実業家。中華料理チェーン餃子の満州の創業者である。1936年、群馬県利村に12人兄弟の末っ子として生まれる。運送会社勤務の後脱サラして牛乳販売店を開業。 1962年には長女、ひろみが生まれる。1964年に埼玉県所沢市に中華料理店、満州座等を開店した。調理の技術のなかった梅吉は当初は調理人を雇っていたが、タレの開発や餃子を包む機械の導入により3年後には調理人なしでの営業が可能になった。1972年には、 西部新宿線新所沢駅前室店を機に満州飯店に名称変更。さらに1977年には餃子の満州に称号変更した。1998年には長女ひろ美に社長の椅子を譲り会長職に退いた。趣味はマラソンでホノルルマラソンを22回完走している。2010年には 梅吉の出身地である追神温泉の旅館を買収し、餃子の満州透明館として再生させた。十二人兄弟のうち、上の六人は梅吉が生まれた時には、すでに亡くなっていた。幼い時に父親を事故、母親を病気で亡くしており、軽死に育てられた。梅吉の長男、俊幸は調理部長、長女、広美は社長として、 家業の餃子の満州を継承している。ありがとうございます。